チャンネル登録お待ちしております。本日の地味なポジ要素はオリックス1056日ぶりの貯金を1日で終わらさなかったでございます。今日ね3対2とまあねカープに勝ちまして、まあ5連勝ということで交流戦も、優勝まであと一歩というところまで来てますけれども、昨日ね1056日ぶりに、まあ、貯金が、できたということなんですが、これをね1日で終わらさなかったってところ非常に大きいですよね。でこれをやっぱり貯金生活をな1日でも長く、過ごすってことが非常にまあいいかなというところで、1日でこう終わらさなかったっていうところがね、非常に今年のオリックスは違うぞというところをね、伺えたかなというふうに思っております。次戦の注目選手はですね福田周平でございます。交流戦優勝に向けてですね、非常にまあキーになる選手かなというふうに思うので、非常に、躍動しているこの福田周平が、鍵になってくるかなというふうに思っております。本日の動画は以上となります。チャンネル登録お待ちしております。